います。コンビニで早速水分取ってるの、笑うって書かれてる。すっきりすっきりしました。もう次はトイレに行きたくなっても多分家に着くぐらいの距離なんで大丈夫、大丈夫です。これはあ、ファミリーマートのカフェラテ、ファミマのカフェラテ。美味しいです。今日はパリピの車って書いてる。あ、今日はパリピの車かも。あ、え、そうですよ、そうだ、これパリピの車今日。あれ、ほらあ、これあったじゃん、このライト。これ、あ、え、あんま効果なくない？あんま効果なくなれちゃった。あんま効果ないけどすごい LDH って感じライブって感じ、ネオンカラなんか色変えれるんですよ、これ。なんかほら変えられるんですよ。なんか緑レーザーみたい、 LDH のライブっぽいLDH のっていうか、なんていうの、ライブっぽい。一応報告しておこうかなと思いまして、インスタライブを再度始めました。無事にトイレに行きました。ここで一曲だって。歌う曲がないですな。なんかこれいらないか、あ、ちょっとずつ消えてくパターンね。あ、トイレの神様っていう歌ありましたよね。トイレを近くなくならせるのかな。なんていうの、で一回本当に悩みすぎてあれ飲んだんですよ、漢方、聞いた気がしたけどなくなっちゃったからもう飲み続けてないんですけど、そう、でも漢方だからいいなと思ってなんか飲んでたんですけど、あ、温かくするとかね。あ、そう、昨日それを持ってなんか電子レンジでやる小豆のやつ、してます？なんか、あ
何回もできる回路みたいな、あれのそうお腹バージョン買ったんですよ。胃腸弱いからお腹バージョンあるんですね。お腹バージョンある、お腹バージョンもあるしフェイスバージョンもあるし、顔だけのやつ、あと目のやつもあるです、あと肩と小豆、なんて言うんだっけ、なんだっけあれ、小豆パワーみたいな違うか、小豆、あ、それそれ、小豆の力、皆さんもぜひ Amazon で買ってみてください。胃腸弱いんですよ。冷やさないようにしてるのにガンガン冷たいアイスカフェラテで飲んでる確かにこういうとこですよね。もうそろそろ、あ、でももうこんなとこまで来ましたね。意外と、うん、やっぱ高速抜け、高速抜けてよかったですね。そっちの方がスムーズです。うん、あ、レッグウォーマーね、レッグウォーマーもなんか靴下サプリっていうやつを買ったんですよ、アマゾンで。だけどなんか朝起きてたらなんか、こんなところにレッグウォーマーがあるっていう感じの朝が続いちゃってそこからやめました、使うのは。で、一番いいのはやっぱりお湯に浸かることですね。昨日は大量の塩を入れました、お風呂に。だからこの今インスタライブ見てる人で今日疲れたなとか、ちょっと体がだるいな重いなって人はもう今日大量のお塩をお風呂に入れるといいと思います。塩、なんかなんだっけ、日本酒だっけ、日本酒も入れ、日本酒もいいって言ってましたよね。日本酒の匂いすごそう、お風呂に入れたら結構勇気いりません？うん、お風呂に入れる、しかもどれだけ入れればいいのかって思いますよね。なんか普通の塩でもいいと思うけど、なんか岩塩とかちゃんとしたやつの方が効き目はありますよね、きっと。大量に、大量でいいと思います。カレンちゃん今日いつもにまして、四次元発言どういうこと？四次元ですか？今何次元？え？二次元？え？今三次元か。ここ三次元ですか？三次元だ。あれ、そう、二次元がだってちょっとアニメっぽいやつですよね。2.5次元、あ、2.5次元か、私たち、はい、あ、でも現実は三次元、あ、三次元じゃないですか、じゃあ失礼しました、三次元です。四次元発言ってどういうこと？四次元の意味、もうちょっと人間っぽいってこと？人間離れしてるってこと？特に空間の3次元に時間の1次元を合わせたもの？は？どういうことですか？空間の3次元に、え、今は3次元で、今3次元に何？3次元に、何？空間の1次元を合わせたもの？ん？どういうこと？難しいんですけど。時空ですねって。時空ですか？難しい話。
もうつまりはドラえもんってことじゃないって。ドラえもんになれるならなってみたいですよね。だって何でも出せるし何でもいけるんだもん。とにかく私はどこでもドアが欲しい。あ、ドラえもんのポケットが4次元ですって。あー確かに、だから4次元ポケットって言いますね。あー、だから何でも叶えられるってことか。おー、魔法使いレベル。え、でも私4次元の発言すごいってどういうこと？なんかぶっ飛んでましたっけ？何もぶっ飛んでないですよ。普通のトイレ行きたいって話をしてただけなんですけど。天然すぎるって何も天然のこと言ってないですよ私。言った？3次元を超えるのが4次元、それはわかるけど、ヘイリービーバーに似てるねって絶対似てないよ。あんなに可愛くないし綺麗くない。系統が、え、系統が、系統でもヘイリービーバーなれるならなりたいですよ。もう10月になったということで、10月21日から、会社は学校だねだよがもう放送されるので、急に告知って感じ。でも言いたかったんです。されるので、あのアベマをまずは登録してインストールしておいてください。モバイルも更新します。今日あ、本当だ、止まっちゃったって来てる。あ、え、締めの雰囲気が出てきたって。そうです、もう少しで締めです。もうさようならです。トイレに急に、あ、トイレに行けたんで。途切れてたよって。え、前髪どう思いますか皆さん。皆さんに聞こう。確かに前髪どう思いますか。飽きるとこのショートでもうちょっと短くして切るって告知で途切れただってうっさあ、トンネルだったから。え、でもトンネルまた動いた。動いてます。あ、切ってほしい。おお。マルコちゃんになりそうって。だからそんな大がなんかさあ、なんかそういうなんか、ね、なんかパッツンじゃないんです。パッツンはパッツンはもうやったんですよね。ロングになるにはちょっと時間がかかりますね。あのロングになるのは今のままでいいって。アシンメトリー難しそう。アシンメトリー、あ、一回やったことあるけど、こういう斜めの。ボブでパッツンはやってませんね。ベリーショート、ベリーショートまではちょっと
ベリーショートはなんかもうちょっと年取ってからがいいですね。背景が暗いから坊主に見えるって、もうなんでもいいか、なんでもいいよね、人の髪型なんて。めっちゃ怖いこれ。坊主で LINE 入れようって、アツシさんになっちゃう。昔の画質悪くなるかも。悪くなったかも。大丈夫ですか？前髪なしのポニーテールロングがまた見たい。あれね、ハゲるんですよ。あれハゲるんですよ。このハゲるというかね、ここがねなくなってしまうんですよ。こうやってこうやるやつでしょ、こうやってなんかね、ここがね広くなっちゃうんですよ、それやると。頭の形は悪くないと思うんですけどね、坊主にしても。じゃ坊主にしたらね、やばいでしょ、それはちょっと NG じゃないですか、事務所的に。 NG ですでも似合いそうですけど、どうなんだろう。坊主はちょっと、坊主ならなんか金髪がいい。あ、銀髪とかもね、白髪。あ、白髪坊主、うん、確かに。あ、アイコニックさんいましたね、うん、坊主やってましたよね。坊主に見える、確かにここ。こうやってやればいいか。今から彼女と家族風呂行ってきましたって。幸せですね。もう髪型の話やめよう。自分からしたのに。だってつまんなくない？人の髪型の話するなんてどうでもいいよって思いながらみんなコメント打ってるじゃない。車の外映ってないですよね。大丈夫です。なんか普段もこのぐらいのメイクにしようかな、うん、綺麗だから。なんかそんなにする必要ないですよね。なんか昔はめっちゃラインボーって引いてたけど、なんかライン引くと私笑ったらこうやってシワになるんですよ、こうやって。これでラインがぐじょってなりやすいから遺伝なんですよね、これ。なんか多分ママもなんか笑ったらここ、年取ってるからじゃないですよ。年取ってるからじゃないですよ。
はママの誕生日なんです。イエーイ。知ってる人もいる。え？そう、私のお母さん。何歳だっけ？言わない方がいいか。ママさんおめでとうございますって言っているよ。確かに坊主に見えるね、こうやってないと。でもあともう5年もすると30歳ですよ。私たちも石井さん石井さんも同い年ですよ。やばい、やばいのかな。でも私なりたいけどな、30歳。ちゃんと成長した段階でなりたいです。うん、確かに。ちゃんと5年で成長。まあ言っても25年しか生きてないんですよ。それはでも思います。この世界に来て不思議な感じ。そう、10歳あっという間よって、うん、そうですよね。25ですよ。だって2歳、だって3歳の子とか、え、ソロぼち、ソロぼちって言われましたっていうことで、まあまたお話ししましょう。そろそろソロぼちって言うんですか。そろそろぼちぼち。あ、そういうことか。そろそろあのお家に着くそうで、外が見えるとお家がバレちゃうのであのこの辺でやめたいと思いますまだライブしてました。トイレ行きましたよっていう報告をしてました。今日はありがとうございました。差し入れはまた持っていきますさようなら。